パンとな、野菜いっぱいいろいろ持ってきたんと、あとほらクリスマスプレゼントが、ほら。生活の苦しい家庭に食料品の支援をする姫路の NPO 法人フードバンクハリマ。理事長の辻本美奈さんのもとには、さまざまな理由で困窮した家庭からの SOS が届きます。主人、商売してたんですけど、それがちょっとうまくいかなくなって、お勤めに出たんですったら、やっぱり収入がこう下がってしまったので、子供がいるので、お腹いっぱい食べさせてあげたいなっていうのが一番なので、これ食べたい、あれ食べたいっていうのに答えられない時がちょっと申し訳ないなって、今日は納豆だけとかいうのは結構。今の日本に今日食べるものがない子どもたちがいる。その事実を知った辻本さんがフードバンクハリマを立ち上げたのは2年前のこと。最新の調査では子どもたちの7人に1人が貧困状態にあると言われていますが、辻本さんは状況はさらに悪くなっていると感じています。今年に入ってコロナの状態になって、すごい、増えました。2倍にはなってますね。2倍を超えてると思いますね。辻本さんたちが届ける食料品はほとんどが寄付されたもの。企業が災害用の備蓄食料を交換するときに引き取ったり、形が不ぞろいな野菜や果物を譲り受けたりしています。最近では個人からの寄付も増えました。これ去年の持ち込みやけど。農家の男性は自分のところで作ったもち米を持ってきてくれました。申し訳ないです、わざわざとありがとうございます。今ね、もち米の寄付割とあるんですよ。例年だったら家で餅つきするのが人集まれないからしない、そういうふうに言われて持ってこられるんです。届ける品物は家族構成やアレルギーの有無、料理ができる状況かどうかなどを聞き取って選びます。やっぱ炊飯器の内容とか結構あります。ガスがなかったり電気も止まってるとか、中には水道がないとか。これは今日母子家庭のところですね、はい、離乳食とそれからミルクもたくさん入れていますね。この日は21歳のシングルマザーのもとへ向かいます。保健所から右方向です、ね、もう生後2週間の時に赤ちゃんが、でその日飲ませるミルクもないという状態だった。薬草にご注意ください。まあ病院に対してまあないわね、そんな状態でもミルクはもうすでにないという、そういうご家庭で、その時もうちもミルクというのが置いてなかったんで、もう慌てて買いに走って、およそ 4.5km 先スタートでしたね。現在定期的に支援をしているのは40件ほど。辛い思いをしている人たちの気持ちを少しでも和ませたいと、辻本さんは愛犬のくるみを連れてすべての家庭を回り声をかけます。いろいろ気になるな。いろいろちょっと早いけど、ママクリスマス、ママやな、ママへの支援を始めてもうすぐ1年。知り合った時には生まれたばかりだった赤ちゃんも1歳になりました。はいはいできる、いやーはいはいできるようになった。じゃあ赤ちゃんか、ママって。いやいや、子供のものを持ってきてくれるのが本当にありがたいかなと思います。自分はいいから子供だけでもって思うから。女性はペットショップでパートとして働いていますが、コロナの影響でお客さんは少なく、収入はわずかです。他にその支援してくれるご家族とかもちょっと難しい感じ。なんかいるんですけど、なんかそこまではせえへんよみたいな。自分らでし、自分が子供運担が悪いんやから自分らでしみたいな。初めての子育てに悩んでも、
家族に助けを求めることが難しい女性にとって辻本さんは心強い相談相手です。なんかストレス溜まってる時とかに話を聞いてくれるとこっちもすっきりするし、なんかこうやって大きくなってくるのもずっと見てくれてるし、本当にお母さんみたいな存在になってくれてるから本当に嬉しいっていう感じですかね。うん、バイバイ。ありがとう。バイバイ。じゃあな。うん、年越すのにどうしようとかね、いう家庭もたくさんありますし、電気も止められて寒い寒い部屋で過ごすような方もいらっしゃるのでね、やっぱり余裕のある方が困ってる人を支援できる、そんな世の中になればいいかなって思いますね。現実は厳しいですけども、もう本当に一人でも温かいお正月が迎えれるようになればいいかなって思いますね。